どうも、レオです。ポッチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、竜が如くオンラインガチャ引いていきたいと思います。はい。はい、メンテが終わりました。うん、で、なんかいろいろ騒がせていたバトルタイマーは変わらないみたいだね。うん、うん。ただ、バトルにおけるタイマー調整について。うん、うん。やるんかい、結局。変わるんじゃん。変わるんだね。ドンパチバトルがまず速度2倍速になって40秒制限時間変わるっていうことらしいね。へぇー。3倍で60秒と2倍で40秒ってあんま体感変わんない気がするけど。まあそんなのが来てたり。結局あるんだね。なんかよくわかんない。ふわふわした感じだったけど。なんかちょっとわからなかったけど。タイマーも変わる。変わるみたいだね。調整しましたって言ってるもんね。うん。で、仕様、で、もう一つが、なんか仕様についても、うん。バックグラウンド起動に対しても、なんかいろいろ変わるらしいです。浮かしとかって言われてるやつなのかな。そうだね。それについての調整が入ってます、うん、ってことですね。まあ、寝心地連合はそういうのは何もないんで関係ないです。で、あともう一個、今回ちょっと、まあ、キャラクター先にね、お伝えすると、秋山と宗像でのレイドだそうなんで、ボム祭りやるのかな、どうなんだろう。レオポチいつもやってるけど。ちょっと、時期次第。時期次第かな、ちょっとわかんないね、追ってご連絡しますって感じですけど、やるかどうかも、今ちょっと悩んでいる最中ですが、まあ、この二人がレイド特攻というか、ドラゴンフェス、秋山かっこ闘志、宗像、10って書いてある。闘志は OK なら、堂島大吾かっこ瀕死が欲しかったけど。3の時に、あんな膝蹴りしてる大吾じゃなくて。天敵とか持ってる。手術着みたいな。寝てる状態で、堂島大吾かっこ瀕死って書いてある。どうすんのよ。戦えるのそれは。競争とか。競争かけて、バリアとか。うん、じゃあ、回復とかそういう防御の方かな。そう、みんなに挑発を押し付けるみたいな。まあ、みんなで大悟さんを守るんだっていう。瀕死だしっていう。状態のキャラクター、そういう話したいんじゃない。そういう話じゃないじゃん、今日は。今回ちょっと後で話す、まあ後でスペックとかはただ読み上げるんですけど、うん、新スキル高速っていうのが出てきたみたいで。うん、これも騒がせましたね。これが。高速ってなんじゃいって。あんまり苦言は呈したくないけど、二つ言わせて。うん。一個は、ドンパチの月間ランキングっていうものを自分たちで実装してんだから、そうだね。ランキング中に仕様変更しないでよ。それね。そう。うちら関係ないよ。うちらはそこまでね、でも、ランキングはね、ランキングっていうのがある以上やってる人はいるんだから、そう。やめてあげなよ。頑張ってる人がいるからっていうのね。のが一個。一個。で、もう一個は、新しいスキル作んだら、うん。先言って。先にその何かっていうのを教えて。どんなものかっていうのを教えてほしいよね。そう。本当に教えてほしい、うん。みんな、絶対みんなハテナマーク浮かんだでしょ、だって。そう、高速っていう。何それって。うん、でポチだってさ、高速っていう状態以上ってあったっけって普通に。そうなるから。私がちゃんと知ってなかっただけかなと思ったもん。それは先に、言った方がいいんじゃないかなっていう。そう。その二つだけはちょっと、ね、みんなちょっと混乱させるものなのね。うん。どうかなと思います。はい。で、まあそれなんでね、まあまあ。出ました、高速。うん。高速で内容が状態上中、高速状態中のキャラは通常攻撃ができませんと。うん。で、バトルスキルヒートアクションの発動が無効になる代わりに高速状態を解除することができる。なるほど。ってことは BS かヒートアクションを空打ちすれば、高速は解除できる。うん。っていう状態になる。なるってことだね。ようだね。それまでは、まあ、何もできないからねって。で、次からは、だからバトルスキルもヒートアクションも通常攻撃もできるよって。できる。けど、結構めんどくさいんじゃないかな。めんどくさい。何回もかけてこられたらちょっとうざいな。うざいね。うん。だからまあまあ、BS 打って、ヒート打ってってすればまあ普通にヒートもできる、通常攻撃もできるしって、その BS が1個なくなった代わりにってなるけど、うん。どっちかでいいんでしょ？どっちかでいい。BS かヒートアクション。うん。アクション。うん。感じ噛むの？そこ噛むの？まあまあ、
そんな感じらしいけど、だからゼロゲージのヒートをも、あ、ゼロゲージのヒートか、うん、そうだね、持ってる人は、すぐに解除できる。すぐ解除できるっちゃできる。うんうんうん。けど、まあ、黒沢城とか割と割り食うのかな。うん、あれ、めちゃめちゃヒートアクション強いでしょう。で、あとは、まあ、普通に状態異常回復は使えるんじゃないかな。うんうん、状態異常って書いてあるから。そうだよね。状態異常の一つなんだから、うん、それは、うん、だから誰か状態異常回復がいれば、これも解除できるっていう考えでいいのかな、まあ、と思うけどね、うん。らしいですと。なるほどねっていう感じだけど、うん、どうなってくのか、どんな悪さが起きるのかわからないけど、うん、こんなキャラクターが現れました。うん、まあ、現れました。初の高速持ち。うん、高速持ち。今後増えるのかな、高速持ち。ね、増えてくんだろうかね。まあまあ、そんなキャラクターですよ。こいつだけだったらどうしよう。むしろ、お前拘束される側だからな。本当だよ。お前何拘束偉そうに。偉そうに。警察みたいな空気だし、正義の密談言うてるからな、お前ね。アホが。嫌いだね。こいつ嫌い。いや、あれだよ、北大路欣也さんが嫌いとかじゃないの。嫌いじゃないね、うん。このキャラが嫌い。キャラね。まあ、好きキャラありますからね、キャラのね。ただそれだけの話ですけど、はい。ステップ300、600、まあ、900、700、1000。ですよっていうことで、はい。たぎる投資でいいのかな、みなぎるだっけ、わかんない。どっちだったっけ、読み忘れちゃった。秋山投資。忘れちゃった。陽の攻撃。ちょっと、なんかお顔が。ちょっとなんか、秋山さんなのか、秋山さんじゃないのかっていう。わかりづらい感じになってるけど、ね、うん。まあ、結構絵は、躍動感は割と良いと思ってますけど、ね。顔が違う気がするんだよね。どうした、気のせいかな。うん。でも、闘志みなぎってみなぎってると、そっか。うん。そっか。ちょうど、躍動感溢れるとそういう顔になっちゃうかな。なんかちょっと、ほら、普段なんだろう。いい意味でだけど、抜けた感じのキャラクターじゃん。うん、力の抜けた感じのキャラだから。どういう風に好意的に解釈しよう。OK。うん。はい。じゃあ、リーダースキル、街の住人の特性を持つ味方の攻撃力 20% 上昇。うん。バトルスキル、クールタイム13。打撲状態の敵を優先で敵3体へ攻撃力 900% 攻撃と、遅効性の打撲、うん。8秒後に8000ダメージ。で、ヒートアクション、消費ゲージ1のクールタイム15。状態異常の味方優先で3体の状態異常回復と敵3体へ打撲10秒間で4000ダメージ、うんうん、でアビリティの1が状態異常になる確率を 50% 減少と、うん、ボス襲撃時の獲得ポイントが 9% 上昇、うんうんうん、でアビリティ2状態異常中の敵に対して攻撃力 30% 上昇、うん、で奥義ボス強襲、はい、特性が町の住人で、うん、ステータスが体力26,382、攻撃力5,960、うん、防御力4,073の速度288と、はい、いうことで、はい、ついにあれだね、状態異常耐性プラスボス強襲、ポイントアップ。ポイントアップ。弱り目に襲撃ってちょっと、たたり目みたいな感じで書いてる。で、打撲キャラなんだね。遅効性なんだね。遅効性打撲久々だね。あの、決戦意識。ワン。だよね。うん。あれはかなりでかい、でかい遅効性打撲だったけど、うん、まあ、今回レールとかだとめっちゃ強いんじゃないかな。うんうん、ただまた単発攻撃で 900% だからな。これだから303回とかの方が嬉しいのは事実だよね。とは思っちゃう。3体敵3体攻撃900。うん、うん、一発だから、バリアとかで。弾かれちゃうっていうのは変わらないんで。で、まあ、状態異常の味方を回復してくれますよ、うん。で、消費ゲージも1だから、まあ、それこそ拘束された人対策ではあるのかもしれないね。そうだね。やべえと思ったらさっと回復。プラスまあ、打撲もつけられる。うん、から、状態異常持ち、状態異常敵がかかってればかかってるほどバフになるキャラクターとかに対しては、いいのかもね、うん。いいのかもしれない。うん。うん、追撃は喧嘩の基本とか、ね、秋山さんらしからぬ、まあ、たぎってるからしょうがない、まあ。レード回るんだったらでも秋山さんの方がいいのかな。まあそうだ ね。強いと思うよ。うん。だって次、ムナカタさん、あれでしょまあ、いやいや。じゃあ強さあるんだって。行くぜ。
はい。正義の回復じゃん。村方青春中、先言うなよ。技の回復。タバコ吸うてるな。吸ってるわ。正義の密談って何やん。前もなんかこんなんじゃなかった。こんな感じ。正面向いてた。うん、でなんかちょっと気持ち顔でかかったよ。すげえ寄ってた気がする。カメラに。あ、本当に？めちゃめちゃ寄ってた記憶がある。あ、そう。うん。あ、迫力あるなーっていうぐらい、めっちゃ顔が前にドンって。そうだっけ、うん、なんか前と同じじゃんって思っちゃったんだけど、違かった。いや、正面正面。正面だったんだ。レジェンド大吾いるでしょ。うん。あれが2歩ぐらい前に来た感じ。だった記憶がある。なるほど。うん。ちょっと確認しよう、後で。確認してみ、うん、びっくりするから。びっくりするわ、それで。うん。あれでリーダースキル、公務員の特性を持つ味方のスキルクールタイムを 25% 加速、うん、バトルスキル、クールタイム15で自身のヒットポイント 100% 回復と、うん、残ヒットポイントが低い味方3体のヒットポイント 40% 回復、うん、ヒートアクション消費ゲージ4のクールタイム15、うん、攻撃力の高い敵2体へ 70% の確率で高速と、残ヒットポイントの低い味方2体と自身に10秒間の無敵、受ける攻撃を4回まで無効。で、アビリティの1、通常攻撃時の10%の確率で高速付与、うん。で、アビリティ2、敵のバトルスキル、ヒートアクションのスキルクールタイム進行を 10% 低減。で、奥義が防御陣。はい、で、特性公務員で、はい、ステータスがヒットポイント32,41、攻撃力3,730、防御力4,588、はい、速度307。うーん。厄介だな。厄介だね。通常攻撃でも高速つけてくるのか。つけてくる。で、状態異常、プラス成功率アップの装備結構つけたら、まあまあな確率になるでしょ。うん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 、で、何、敵2体も高速できますよ、うん、になっちゃうから、秋山とか、ほんと一発で状態異常回復取れるやつを一人は入れとかないと怖いんじゃないかな。状態異常回復欲しいね。襲撃に誰か一人。そうなるんじゃないかな。うん、で、あとこれ 10% 進行低減ってなってるから、うん、黒錦どうなるんだろう、打ってもゼロ。ゼロになるのかな。あれ 10% アップだったよね。10% 進行だったでしょ。そうだね。スキルクールタイム 10% 進行だから、シュッてゼロになるだけなのかな。だからもしかしたら、こいつと対するときは高速解除用になるのかもしれないね。っていう風な感じになっちゃうのかな。なっちゃうのかな。リーダースキルも普通に強いしな。公務員めちゃめちゃ強くなってきてるな。そうだね、どうした、うん、もうあれなの、竜が如くっていうゲームなのに反社会勢力が許さない感じになってきた。もう許さない。警察で押し通してくる。じゃあもう。もうだから、迎撃とかさ、襲撃とかがもう警察しかいないっていうことがある。え、あれ竜が如くあれどうしたってなって。そうだね。登場会、あれ伊達さやまナイールとかみんなもう、そう、そうそう、並んで。警察ゲームかなになっちゃうぐらい。そうだね。警察がごとくみたいになる、ね。そう。すげえな。クリーンなイメージに。クリーンじゃねえんだけどな、こいつが一番な。こいつがね。お前、なんか、そうか。まあまあまあ、でもね。まあまあ。でもいや、だいぶ厄介なキャラだね。まあ厄介だね。サンタナイールとかと組ましても普通に強そうだし。ゲーゲキ嫌だなぁ、うん。っていう。っていうキャラ。キャラ。でもさっきも言ったけど、タイマンだと いらない。タイマンじゃない。レイドだと。レイドだといらない。でも、あれじゃない。宗像が宗像をずっと拘束してる状態になる。向こうも拘束してくるかもしれないからね。そうそうそう。そうだ拘束し合ってるんだ、お互い。新手の変態かお前、お互いに自分のことを、相手のことを拘束し続ける。だろうね、でもね、この人いたら。ちょっとやりづらいのかな。やりづらいと思うよ。タイマンだってあれじゃん。北村さんとか強いしさ。あれ公務員でしょ。自分で自分を縛り付けるのやばいね、この人。なんだ、そういう癖の持ち主だったの。気持ち悪。なんでそんな見方しちゃう。そうだ、そういうことじゃない。ちょっと見る目変わったわ。見る目変わった。ちょっと嫌だわ。
じゃあ、まあ、今日出てくるかもしれんから、まあまあまあ、そうだね、まあ、こんな感じで、ね、もしかしたら取れるかもしれない、はい、この2人が出てきましたよというところでガチャ行きましょう、はい、ちょっと名前を切れなくなりましたけどガチャだ、ね、ガチャだよ。これでさ、はい、でもさ、レイドちょっと頑張ろうかなって。そう、そこに大きな差が出てくるからね。差が出てくるからね。うん、誰がいる？今回ね、またね。あ、アラセいる。沢城、アラセあたりはいる。アラセ欲しいなぁ。かな。あ、ハン・ジュンギもいるんだよ。あ、いいじゃん。で悪くない。今回結構悪くない。いいね。頼むぜ。頼むぜ。20連いくわ。ああ、20連、2回、うん、ステップ2まで行きますよ。前までここでセレクトできた気がするんだけどね。ドラゴンフェスとかね、もうなくなったのか。ドラゴンフェスもともとないか、うん、さあ行くわ。さあお願いお願い。もうね、レイドの特攻がね、ここのとこトントなわけよ。来い、変態胸型言っちゃった。変態って言っちゃった。ああ変態とか言うからでしょ。やめてよ。ごめん、せめて自分が弾くときに言ってよ。あ、そっか。なんで俺のときに言ったの。わかった。じゃあでもちょっと見本見して。すげえさ、相島さんでしょ。よし、これまたさ、秋山さんが欲しいのか。秋山さん欲しいね、やっぱ。じゃあダメだ、秋山さんを欲しがらなきゃダメだ。うん、これも 0.5% のまんまではあるんだよな。そうだね。よし。よし、行くぞ。頑張れ、頑張れ。頼む。たまごちゃん、お願い。お願い。かもじ。かもじ。しらまじ。白いな。でも、ローディングが長い。長いぞ。期待。いや、緑。こっから。どう？何も変わらず。割れへん。ダメだな。ドラゴンフェス、ドラゴンフェス、本当にあれなんだよな。これ決まっちゃったじゃないの、レード。これはあんまり、あーあー、しょうがない。ダメでした。まあ出なかった。5000以内または3000以内目安。いや、5000以内。5000以内を目指してやっていくぐらいの感じになるかな、ね、まあまあまあしゃあないね。もうこれ900はさすがにたまらんと思うから。いや、たまんないね、さすがにね。まあゆっくりやっていこうと思います、うん、じゃあ、うん、ポチに変わります。はいはい、ポチの番。うん、いきます。うん、ポチはもう今回はね、うん、ステップ1で10連一発勝負。一発勝負、もうもうあれよ、もうステップ1で出んかったらもう出ん。ああ、なるほど。まあまあ。わかる、ね。出るけどね。うん、出るんだけど。まあ、最後まで回しは出るよ。最後まで回しは出るんだけど。けどもうポチはね、うん、なんか今回ポチは出ん気がするから。あ、なるほど。ステップ1で出なかったら。はいはいはい。なので、うん、ステップ1勝負でいきます、今回。なるほど。お願いします。一発勝負ね。一発勝負。お願いね。さあ、行くのか。勝負に出るぞ。おー、行け。見したれよ。見したれ。この、さあ、どうだ。1回で、10連で、来い！変態村方。うん、赤いけど。変態村方。赤文字ですけど。来い！変態！変態っていうのどうかと思うけど。え、何にも、ノーカスガじゃん。びっくりした。変態って言ったから出なくなっちゃった。そうだ、めっちゃ怒った。え、レインボーだ。虹だな。これ変態ってことになるよ、この虹。え、出てきた人が来い変態って言ったもん。あ、なるほどね。あ、そっか、来てくれた変態は誰なのかってことか。行くよ。うん、ファンに怒られるぞ。これ真島さんだったらどうしよう。ほんと、まあ変態ではあるよ。否定はできねえ。いくよ。アラセな。やったやった。リアクション取りづらいやつを変態扱いするなよ。初ゲット。初
つゲットだね。しかも俺ちょっと欲しいし。やったー。なんだよ、羨ましいな、ちょっとそれ。マジか。やったぜ。おお。おめでとう。こん。まあ、そうだね。気はしなかったね。しょうがない。うん。ありがとう。こればっかりしょうがない、ね。じゃあ、マイク1000円か3000円狙いで、ポチも。そうですね。まあ、まあ、ゆっくりとね、マイペースで、ポチね、結構遅い時間に走ってたりするんで、見かけたらよろしくお願いします。はい、もう皆様よろしくお願いします。はい、ポチも見かけたら、叩きに行くので。そうだね。うん、まあまあ、ゆったりと楽しんでいきましょう。楽しんでいきたいと思います。はい、で、ボブ祭りについては、ええ、まあ、後日、お知らせすることになるのかな。そうだね、やるとしたらどっかの配信の中なのか、うんうん、ツイッターなのか分かんないけど、はい、ちょっと、はい、お伝えできればしようかなと思います、はい、ます。その時は、まあ、やる時は遊びに来ていただけると嬉しいです。そうですね。はい、それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントチャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。